ナルトの勝率どうなってんのやろ。まあ別に悪くはないか。8900ダメージ、14キル7です。スタッツとしてはもう最悪よ。まあ多分ミッドディフやな。ミッドディフ。縦ディフ。そうなんか。じゃあもうほんまに真偽ある。俺はもう一理ある。一理ありです。基本このマップ、ここ取ったら勝ち。一旦バック、一旦バック、盾がない、盾が持たー。いいよアルティメット、これ多分刺さるよ。ここはマジ惜しいんだ。あれ多分死んだよな、だってやることないもんな。あとは全員死んでもいい。俺はあと殴るだけやから。ナイスー、食らえ。おれ相手、あ、ホグ来た。だいぶあのマーシー粘ってたと思う。あ、ごめんね、これいやー邪魔ー。終わりやんそれ。終わった。一発投げ出せろって。内なる力を解き放つ。一発投げ出せろって。諦めの僕、まあ無理だ。一発ぐらい殴らして。無様なり。まだ届かんやつ来た。まだ届かんやつ来た。まあ、ホグ倒したらええやろ。あとはバティナイス。あとはもう届かんのだけなしにしてほしい。ハンマー伸びてほしい。いずれ届くか。うわ TP ある。熱すぎる。熱いぞこれは。はい勝った。はい負けた。ああ通った。これどうしよう、あかんか。あの縦ディグですこれ。一旦ゆっくりして。ゆっくりしつつキャスティがこっち来たら俺は殴るっていう話。上行こうか。もうちょい引き出さなあかんな。もうちょい引き出そう。下ですか。ギリで入ろう。ギリ戻んでまーす。次シャッターでドカンやな。また下これ。ふいっふいっふいっ、あ、これあかんやつや。負けるやつ俺。この体力差でも持ってかれるホグなら。待ってるんやったらここでシャター決め込んだろうかな。下から来るって確定してたら。あのスザルは相手。時間使います。スリープあざーすじゃない、当たれ。よしよしよし、ナイスー入られへんってやつね。あれちょっと強いかもしらんなこれ。ライヘルティ、我が輩の歴史にまた1ページ。我が輩2ね。行くしかないよね、ラインハルト。ここどうすんねやろ、ラインハルトで。とりあえず、狭いところ行って、盾張って、粘って、味方に盾使ってもらって、敵を倒す。これ。熱そう、熱そう。全然熱くなさそう。なんか勝ったオリーサ。ウィドウが痛い。ああ、ゆっくり戦う、ゆっくり。なんか涼しかったぞ相手。キツネはちょっとちゃうかなっていう話ではある。激アツのやつ来たこれ。なんでやねん、バカバカとバカは嘘、バカは嘘。世界変わった。なんかおるここいっぱい。殴りで勝てって思ってるのか。それあれスキルないからあれ。はいです。モイラのウルト止めたのも良かった。まあまあ良かった。自画自賛タイプのラインハルトです。割れてまうわこれ。どっちから来る、どっちから来る。どっち、左か。ありがとう。るんでよかった。上から来たならば俺左側に寄るしかないよねこれ。レイサウルスあるし、これで終わりなんだよね。え、どこ行った？ちょっと待って、ナイス。あ、こんにちは。いけるかもしれん。勝たしてくれー。メタの頂点ですわ。ちょっと味方が強いけどな。大丈夫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 。プチッ。あっ待って。ニュニュソルジャー左来るけど俺左行くから大丈夫。あれ、ほんなオリーサが暴れんのか。俺オリーサ見なあかんのか。やめてー、やめてー、うちは無理。逃げてる逃げてる逃げてる、ソルジャーが逃げてる、ソルジャーが逃げてる。どこ行った？こっち行ったやんな多分。追い込め追い込め。ほんなら俺はもうどんどんマーシー短期狙いやけどねこれ。おーこっちフォーティファイがなかったんかな。ありがとうございます、ラインハルト。勝率また上げちゃいました。これが頂点の景色か。ちょ DPS 強すぎたけどね。内なる力を解き放て。総員打ち方始め。